はい、皆さん、こんにちは。アメリカです。今日はですね、日本経済新聞ですね。ですね、日本経済新聞、まあこんなことが書いてあります。これは何面かな、10面ですか、10面。中国 GDP 倍増に援軍ということです。ちょっと読んでいきますね。中国共産党が掲げる、2020年の国内総生産 GDP を10年比で倍増する計画に、目標について。だから10年で、目標、倍増するよと。20年の GDP 成長率が 6% を割っても達成できる可能性が高いことが分かった。11月に公表した、経済センサス調査を受け、過去に遡って GDP の数値を改定するためだ。10月に始まる経済分野の重要会議、中央経済工作会議での議論にも影響しそうだということなんですけども、ですね、まあ、2012年度の党大会で、その10年比に2倍にすると。だから、10年で GDP 倍にするよ、というふうなことを決めたらしいです。うん。で、実際、まあ、それが達成する見込みになりそうだと。その数値を改定するために、達成する見込みだということです。中国の場合、この特に GDP とかの数値っていうのは、まあ特にというわけじゃないですけども、基本的に中国共産党政府が発表する数値っていうのは、ちょっと前つばものの数字が多いっていうのは前から言われてるんですよ。例えば、今どうかわかんないです。以前は、その中国の各省の GDP の数値の合計っていうのは、普通、その共産党政府のその出した国、一括の国全体の GDP の額と、一致しなければいけません。例えば日本は一致しますよ。各県の GDP、47都道府県の、まあ、それぞれの GDP 足していくと、その一括で出した、日本全体の GDP と一致します。必ず一致します。アメリカもそうです。で、中国これ一致しなかったんですよ、昔。一致しなかったんですよ。だから本当にどんな数字操作してるのか分かんないと。だから、この中国の、その GDP の数字だとか、そういうふうに、あんまり語られなかったんですよ。ただただ、その倍増にするっていう話は、何回も聞いてます。今年に入ってからも何回も私聞いてます。中国倍増がどうのこうのとか、GDP 倍増なんて聞いてます。で、今回はその、話ではないんですよね。それと、日本の経済、日本の GDP との比較なんですよ。で、これも日本経済新聞の、3面です。増税後景気見通しです。7月、9月、GDP 大幅上方修正。いやー、大幅上方修正って書いてありますね。どれだけ上がったんですかね。大幅って言ってるぐらいだから、まあ、中国が 6% いくかいかないかぐらいなんで、8% ぐらいいったのかな。いや、10% ぐらいいったのかな。ちょっと聞いてみましょうか。GDP10% か、どうか。内閣府が9日発表した2019年7月から9月期の国内総生産 GDP 改定値は、前期比年率で実質 1.8% 増となり、1ヶ月弱前の速報値から 1.6 ポイントの大幅上方修正となった。ということらしいんですよ。8% か 10% と思ったら 1.8% で大幅ですよ。バカバカしい。これが数字の嫌なんですよね。言葉のあやならぬ数字のあやなんですよね。で、まあまあ、この記事、まあ、それで、一方、10月、12月期はマイナス成長に陥る公算が大きく、増税後の景気は、不透明感が強い。まあ、書いてあります。まあ、評価を一変したという話ですよね。で、日本の場合はこういう 1.8% でも大幅上昇とか言ってる、上昇とか言ってるんですよ。明らかにこれはちょっとおかしい。中国が 6% 前後いって、それで、まあ、GDP10 年で倍になる。日本の場合は 1.8% いって、大幅に上昇したって言ってますからね。私は常に、ね、年平均 4% やると言ってます。GDP 年平均 4% の成長率。これだと15年ぐらいでもう倍になります。中国が10年で倍になるんですね、6% ぐらいで。まあ、4% でも15年で倍になります。なんでね、要は、なぜ、
日本の GDP 倍に、あの、倍になる、そういった経済政策を立てようとか、そういうふうなことを新聞各社、あるいは報道機関各社、あるいは有名な経済評論家、言わないんですかね。テレビでこの話しないんでしょうかね。GDP、日本の GDP 倍増するにはどうしたらいいかとか。その政策論争っていうのが全くなされてないんですよ。国会にしろ何にしろ。政党間でもいいし。ねえ。全くなされてないんですよ。これじゃあね、その経済成長しようというその国のその、なんていうか、勢いがないと言われても仕方ないです。うん。まあ、せいぜい言ってるというのは私のような、MMT 支持者です。MMT 支持者の人たちは、経済成長、GDP 倍にするよって言ってます。言ってるのは聞いたこと何回もあります。令和新選組の山本さんも、まあ、GDP その成長させなきゃいけないようなこと言ってましたよね。まあ、GDP 倍にするぞとか、まあ、声に出して言ったかどうかちょっとわかんないですけども。まあ、あと、まあ、自民党のごく一部の人たち、まあ、そういう人、そういうふうな、まあ、財政支出、論者ですよね、要は。そういう人たちは、まあ、GDP 倍になるとかっていう、倍になるとかっていうのを、まあ、ちょこちょこ言ってますけどね。私はもう、ね、GDP 年 4% アップしなきゃ、上昇しなければいけないって言った段階でもうこれは、GDP 15年ぐらいで倍に進む計画だなっていう、あの、ことのように、まあ思ってもらっていいですけどね。私がなんでそんなに絶対アップした方がいいよっていうふうなことを言ってるかというと、賃金が上がるからです。給料が上がるからです。実質賃金が上がるからです。実質賃金っていうのは、上がるというのは、例えば、今まで その給料で物10個を買えたけども、実質賃金がアップしたから、その同じもの11個買えるよということなんですよ。多く買えるよということなんですよ。それっていうのはやっぱりあの GDP に、特に名目 GDP に比例してますね。比例してます。特にあの、バブル前から、こうバブル期絶頂期まであのその 4% 6% のその経済成長率を誇ってた時、まあものの見事に同じような勢いで実質賃金アップしましたから、だからここでまた 年平均 4% から 6% の GDP の、上昇率が、続くことになれば同じように実質賃金アップしてます、それであのこの、日本経済新聞の一面でその日本の価格安くなったよなっていうふうなこと言ってましたね。デフレという言葉はあんま使ってないですけど、ほとんど使ってないかな。デフレという言葉は使ってないですけども、結局これアップさせるんであれば経済成長するしかないんですよ、やっぱりあのこういうふうな経済成長、つまり GDP を上昇させなければ、解決しない問題ってやっぱり山ほどあるんですよね、残念ながらそういうふうなことを新聞で書いてないんですよ、これから新聞の各社でもいい、その論客集めてもいい、政党間だけでもいい、国会議員だけでもいいし、まあ、いろんな人たちでぜひ GDP、 日本の GDP を倍増させるにはどうしたらいいかという政策論争をやってもらいたいです。俺はこう思う、私はこう思う、私の意見としてはもう消費税全減税、もしくはそう、消費税減税もしくは廃止、それが財政出動ですね。公共事業とか、まあ、アップしてる、これが一番速効性があります。速効性がある、まあそれプラス、まあ科学技術費でもいいし、社会保障費でもガンガンいる、そうすることによって消費がアップしますからね、そういうことによって、まあ、消費と投資を、まあ、両輪あのアップさせることに、上昇させることによって活性化させることによって、経済が成長していくと。私はもう何回も述べてます。さて他の人たちもまた述べてもらいたいです。新聞にしろ何でもいいです。 YouTube で動画アップ上げてもいいです。評論家が、まあ期待します、どんどんこれから、日本の GDP 倍増にするにはどうしたらいいかという議論をしましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。Hasta mañana.